おーと、大丈夫ですか？あ、大丈夫です。あ、ちょ、手伝いますよ。いや、大丈夫です。いやいやいや、そんな。いや、でも、悪いですか？いや、大丈夫、大丈夫だから。いや、でも、いい、はい、貸します。いや、でも、あ、あ、ここで置きますね。あ、すいません、ごめんなさい。隣に住んでる小田切と言います。小田切さん、はい、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。あ、これ運べばいいですか？あ、いや、もう大丈夫です。いや、もう、いや、いや、いや、本当に重いです。大丈夫だから。いや、もう、本当にごめんなさい。こんな、で、ここ置きますね。あ、はい、はい、どうしよう、ごめんなさい。あ、いい、いい、もう、ちょっと、これもね、運べばいいです。いや、本当にごめんなさい。だ、ごめんなさい。いや、本当にお安いごろですよ、これが。はぁ、あ、すいません、ええ、本当にお疲れ様です。これよかったら飲んでください。ありがとうございます。主人の仕事の都合で田舎から出てきたんですけど、大きい火災道具はこっちで買って、引っ越しは自分たちにしようかなって思ってたんですけど、主人が急に仕事で来れなくなっちゃって、本当に助かりました。あ、いえ、全然。ありがとうございます。隣の人は冷たいって聞いてたんですけど、隣さんが優しい人でよかった。田舎から出てきて右も左も本当にわからないので、よかったらいろいろ教えてください。全然、俺でよければ。あ、ごめんなさい。あ、そうですね、結構ね、花壇とかも。いや、でもなんか今から楽しみにしちゃったな。あ、どうも、隣に越してきた小野と申します。あ、なんだかこないだは妻がご迷惑をおかけしたみたいで、うん、申し訳ございませんでした。いい。今日お休みですか？は夜勤めてまして、これから出勤なんですよ。あ、そうでしたか。じゃあまた日を改めてお礼させてください。じゃあ失礼します。おい、行くぞ。お邪魔しました。失礼します。なんか重たい感じだな。うん、お医者さんだって。へー、素敵な夫婦よね。奥さんも美人でスタイルもいいし、モデルさんみたい。なんかあの奥さん変じゃないか。そう？なんか卑屈っていうかさ、なんか自信がない感じ。謙虚なんでしょ。美人は敵を作りやすいからね。ちょっとこれが仕事でしょ。早く準備して。先に寝てなさい。まだ洗濯機届いてなくて。ああ、なるほど。近くにコインランドリーってあったりしますか？ちょっと待って。はい。ありがとうございます。行ってらっしゃい。
すいません、突然部屋の鍵なくしちゃって。びしょびしょじゃないですか。ま、とりあえずじゃあ中へ。失礼します。どうぞ。大丈夫ですか。これ使ってください。ありがとうございます。ただいま。おかえり。鍵落としちゃったんだってさ。雨でずぶ濡れだったからさ、お前の服貸してあげたんだ。旦那さんが帰ってくるまでここにいさせてあげて。分かった。俺仕事行ってくるから。行ってらっしゃい。行ってます。大変でしたね。あの、すいませんでした。いやそんな謝ることじゃない。誰にもありますよ、こういうこと。いやでも、ごめんなさい、なんか私のせいで。私のせいで、ごめんなさい。やっぱりあなたの言うようにお隣の奥さんちょっと変かもね。え？さっき貸してた服返しに来てくれたんだけどさ。これクリーニングに出してきました。なんでそんないいのに。いえ、あとこれ、はい、え？受け取ってください。いやそんな困ります。いや私が悪いんで。いやお願いします。受け取ってください。いや受け取れないですよ。私が悪いんで。田舎育ちだからかな、人付き合いが大変でご近所さんに嫌われたら生活できないって聞くもんな。うん、でもちょっと異常よね。仕事だからな。洗濯物お願いね。行ってきます。お世話になったお礼です。どうぞ召し上がってください。いただきます。うん、どうぞ。おいしいです。あ、よかったです。ありがとうございます。美人で料理も得意なんて、
自慢の奥様ですね。妻は医者に嫁ぐために育てられたんでね、このくらいできて当然ですよ。私も妻も医者の家系なんでね、男に生まれたら医者になるために勉強する、女に生まれたら医者に嫁ぐために花嫁修行する、まあ、そういう感じで育てられてきてるんですよ。それで家計を絶やさないために女は男に尽くして子供を産む、まあ古臭いかもしれないですけど田舎にはそういう考え結構残ってるんですよ。あ、どうぞどうぞ遠慮なさらず。ありがとうございます。いやでもお隣さんがいいからほんとよかった。いやこちらこそですよ。いやこちらこそじゃないですか。おかわりになりますか。何してるの？ちょっとお酒お借り物取って。ちょっとお酒切らしちゃってて。多めに買っとくようにって言ってただろう。すぐに買ってきなさい。寝不足なだけだから大丈夫だよ。ちゃんと寝てね。ああ寝てきます。どうしよう。顔色悪くないですか？え？え？